皆さんおはようございます。衆議院大阪16区の与田区候補の山本香苗でございます。今日は朝からこのようにたくさんの皆様方にお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。今日は山口常任顧問もうお迎えしてもありがとうございます。今日いよいよ選挙戦スタートいたしました。これまで皆様方に温かいご支援をいただいてまいりました。何としてもこのご支援を何としても皆さんにご恩返しするために勝たねばなりません。どうか皆さん最後の最後まで力強いご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。今回の選挙いろいろ争点言われておりますが、何たって一番最初にやんなきゃいけないのは政治に対する信頼回復、それをやらずして何をやるんだと思いますが、皆さんどうでしょうか。野党の皆さんは政権交代こそが政治改革とおっしゃっておられますが、そんなことではありません。しっかりとした政治と金の問題を犯させないような仕組み作りこそが大事でございまして、第三者機関作って政治と金の問題しっかりとチェックをして悪いことやったら罰金かけて返させてもらうと、そういう仕組みこそが大事だと思いますが、皆さんどうでしょうか。我が党が案を作って今自民党や野党の皆さん方のこの政策形成合意の要となってしっかりとこの制度づくり施行となります、改正政治資金規正法の施行となります、令和8年1月1日までに実現をしてまいりたいと思います。そして物価高対策、皆様方から物の値段がほんまに高くなって大変やねんとありがとうございます、そういうお声をこれまでもたくさんいただいてまいりました。電気代ガス代今この負担軽減8、9、10やらせていただいております。今ちょっと今日暑いけどちょっと涼しくなってくる中でまたこの負担軽減策必要だっていう時にちゃんと出立てをしてまいりたいと思いますし、ガソリン代等の燃油高騰対策12月末まで延長させていただいておりますものを1月以降もしっかり何らかの形で継続をしていきたいと。そして何といっても物価高が直撃している低所得の方々に対する支援、またいろんな形で原材料費が上がり、そして人件費も上がって、でも儲けは上がらないよ、事業主の方々大変な思いされております。そうした方々に対する支援も含めてきめの細かい経済対策第2弾しっかりと補正予算を組んでやらせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。そして私自身4期23年参議院議員として皆様方のご支援をいただきながらこの間仕事をしてまいりました。特に厚生労働副大臣、そういうお役目をいただきまして、誰もが誰一人取り残されない社会の実現を目指して今まで仕事をさせてきていただきました。コロナ禍におきまして本当に困った人がたくさん出てきた、そうした方々の相談窓口、支援の窓口になったのが平成27年度から全国展開をさせていただいた生活困窮者自立支援制度でございます。この制度があったからこそどこに行っていいかわからない、困った時にどこに行っていいかわからない、そうした方々の相談の窓口になったわけ、受け皿になったわけでございます。そして今まさに家族がいない、または家族が頼れない、そういう方が増えています。単身世帯は家族の方の形の中でも4割と一番大きい、一番最大の形となっております。社会保障制度は家族がいることを前提として成り立っております。だからこそそうした家族がいない、また家族が頼れない、
そうした方々が制度があっても制度につながれない、このような問題が起きています。実際元気だった方が急に病気になって病院に入る、緊急連絡先や身元保証人がいないとなかなか受け入れてもらえない、亡くなった後大きなお家があるけれども誰も処分してもらえない、お葬式はまたご遺骨はどういうことになるのか、そうしたこと一つ一つ政治が考えなきゃいけない。今所管省庁も決まっていません。実態調査をさせていただきました。ようやくそうしたことを担う民間事業者のガイドラインはできましたけれども、本当にそれをちゃんとやってるかどうか、実効性を担保できるようなそうした法整備はまだできておりません。私はこの間議員として16本以上議員立法を立案し成立をさせてまいりました。このように皆様方の生活にお役に立つような政策を必ず法律として実現をし、皆様方にお返しをさせていただきたい、その思いで全力で頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日は山口常任顧問にもお越しいただきました。もう本当に今回の選挙大変厳しい戦いとなっております。今回小選挙区1本で戦わせていただきます。背水の陣で何が何でもこの小選挙区で勝ち上がるんだ、堺のために頑張るんだ、堺の山本かなえで頑張るんだ、その思いで攻めて攻めて攻め抜いてまいりますので、どうか皆さんお力を貸してください、勝たせてください、どうぞよろしくお願い申し上げます。頑張ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。熱い思いの訴えをさせていただきました山本かなえ、これから皆様のもとを頑張らせていただきますので、ぜひ直接激励の声を届けてあげてください。お願いいたします。さあ、そして皆様お待たせいたしました。山本かなえ頑張れ負けるなと朝一番この堺の地にやってきてくれました。この方の激励の声を皆様にお聞きいただきます。山口夏生常任顧問です。よろしくお願いいたします。堺の皆さん、おはようございます。半月前まで公明党を代表をしておりました山口夏生でございます。ありがとうございます。なっちゃんと呼んでいただいて15年間堺の皆さんに支えていただいたこと、心から感謝と御礼を申し上げます。皆さん本当にありがとうございました。そしていよいよ迎えた衆議院選挙、山本かなえさん、私と一緒に参議院に初当選をして以来共に仕事を続けてまいりました。もう山本かなえさんというといつも走り回っているか、あるいは本を読んでいるか、もう無我夢中の集中力、このパワーをこれからのこの大阪16区から炸裂爆発させていただきたい。公明党は女性の議員を今後10年間で 30% に増やしていきたいと思います。どうかその先頭に山本かなえを立たせていただきますように、どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。今回の選挙は政治とお金の問題、これがメインの問題であります。政治に信頼がなければいくらあれをやりますこれをやりたいと言ってもみんなの力が集中しません。だからこそ政治改革をやり遂げなければなりません。私は思い出すんです。2009年に党の代表になりました。野党でしたよ。そして変わった民主党政権、鳩山由紀夫さんも小沢一郎さんもあの時政治とお金の問題を抱えていました。秘書がやった、自分は知らない、そうやって言い逃れをしようとしていた。これではいつまでたっても政治は良くならない。公明党から政治家が監督責任をしっかりやって、それを怠った場合には責任を取る、そういう政治資金規正法の改正案を公明党から提案したんです。私は党首討論で鳩山由紀夫さんに迫りました。
この公明党の改革案賛成していただけますねと、そしたら鳩山さんは検討しますと言ったきり、とうとう民主党政権はこれに真剣に向かわないで廃案にしてしまったんですよ。その時に重要閣僚で参加していたのが今の立憲民主党の野田さんじゃありませんか。公明党の案は廃案に持ち込んだのが民主党政権、野田さんのいたところであります。しかし今回の政治とお金の問題、私は自民党にもこの政治家の責任を取る、そういう仕組みを作るべきだ、そうやって迫りました。自民党はこれを受け入れて、ね、政治家が収支報告書を出すときにきちんと確認をしたというサインをしろ、はいやりますと、もしいい加減なサインだったら後で政治家の生命を失う、政治家を辞めなきゃいけない、立候補もできなくなる、こういう仕組みを自民党は受け入れたんです。拒否して廃案にした民主党、そこにいた野田さん、そういう人たちの発言を信頼できるはずがないではありませんか。そして皆さん、今回自民党は政治家の責任を認める、そういう法案に賛成をしました。さらに今度は第三者機関を作ってしっかりと中身が正しいかどうかチェックをすべきである、こう私は岸田さんに党首会談で迫りました。岸田さんは最初は検討しますとおっしゃったんですね。だけども検討しますではあの民主党政権の二の舞になってしまう、検討ではなくてしっかりやりますと、こう約束をしましょう、そう迫って岸田さんははい分かりました、第三者機関作りましょうと、こうやって合意したんですよ。そしてこれからこの政治資金規正法の改正案をさらに磨きをかけて、第三者機関を公明党がリードして作り上げていきたいと思います。この国会で議論した政治資金規正法の改正案、実は民主党と日本維新の会も合意をしたんですね。衆議院ではこの改正案に賛成をしました。ところが維新の会は参議院ではこれに反対をしたんです。この政治とお金の問題をめぐって与党のを攻めてくる野党ですが、しかし取って代わる政権を取ろうといってもバラバラではありませんか。政治資金規正法の改正案を出すにしても野党は一本化できませんでした。中でも維新の会は衆議院と参議院がまるで賛成反対バラバラであります。野党の皆さんと一本化できないどころか自分の党の一本化もできない、そんな維新の人たちにこれからの政治を任せるわけにはいかないのであります。政治の信頼あってこその政策です。石破総理大臣は経済対策をやりましょう、自民党公明党を検討してください、そう指示を出しました。今私たちが直面しているのは物価高でありますから、まずは賃金を上げていく、物価高を乗り越える、そういう流れを作りたいと思います。物価が上がれば年金も上げなければなりません。そして物価よりも賃金が高くなるともっと年金は上がります。来年年金上がりますよ皆さん。だけど今の物価高ですから来年まで待っていられません。そこで経済対策の中には年金生活の方や、あるいは所得の低い方々には給付をお届けするということを公明党はやりたいと思います。さらに今電気代ガス代負担を軽減しています。これが10月で切れてしまうとその分だけまた上がってしまいますから、これは継続したいと思います。ガソリン代など燃料費の軽減策、これも12月までです。そこで真冬の真っ只中で止めてしまうとまた上がってしまいます。ですからこれも継続していきたいと思います。物価高は国が全国一律でやるべきものばかりではありません。この堺市で大阪府でやってもらいたいこともある。だから公明党は与党はこの自治体に交付金をお届けしますね、重点支援地方交付金を大阪府と堺市にお届けしますから、これを地域の実情に合ったように使っていただくのは自民党と公明党のネットワークの力ではありませんか。皆さんぜひとも物価高を乗り越えてまいります。さらに山本香苗さんは社会保障のプロ、これまでも本当に幅広い合意を粘り強く作って、先ほどの訴えのように
政策を実現をしてきました。これからの社会保障は子育て支援を充実させていきます。そして高齢者の皆さんの安心も作り出してまいります。特に医療費について日本維新の会はこの若い人と高齢者の分担を同じようにするために高齢者の窓口負担を3割に上げろ、今の3倍にしろと、そういうことを言い出しました。皆さんこれはあまりにも冷たいじゃありませんか。一気に窓口負担が1割から3割になったとすると、ちょっと計算をしてみましたら年間で10万円から15万円ぐらい負担が増えることになります。毎月1万円近く増えちゃうんですよ。こんなに増えたんではおちおち病院にも行かれない、診療を抑制してしまうようなことになりかねません。しかし病気がちなのに診療しなかったらもっと健康はひどくなってしまいます。挙句の果てにやっぱり病院にかかるということになれば、もっともっと医療費がかかって結局は若い人たちにも巡り巡っていくようになるわけであります。何のための3倍に増やす案か分かりません。こんな先々のことまでよく考え抜いていない維新の人たちにこれからの社会保障を任せるわけにはまいりません。どうかどうかこの政策を磨き、実行力を磨き、そして他党の皆さんとも話し合って合意を作り出せる、そういう先頭に山本かなえを立たせてください。皆さん山本かなえ勝たせてください。どうかよろしくお願い申し上げます。皆さん堺の皆さん頼りです。山本かなえ勝たせてください。頑張ります。あと10日間全力で頑張ってまいります。どうか皆さんのお力で山本かなえ、山本かなえを押し上げていただけますように重ねてお訴えを申し上げまして、応援第一声とさせていただきます。堺の皆さんお願いしますよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。